さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては探検家グーフィー。いやもうどう考えてもこいつの見た目インディージョーンズ。どうなんだろうな、使ってみたらどんな、やっぱりインディージョーンズみたいなバシーンってね、あの綱を出してこうつもをなぎ倒していくっていう、そういうスキルなんですかね。早く使ってみたい、早く使ってみたいから早く食べてみよう。行こう、たまった、パチパチパチ。おお、なるほどね、まとめて、あ、しかも結構消すじゃん。え、こいつのスキルレベル何もだったっけ、 M とかなのかな、今のだったら。なんかね、そのイベントツムで出てきた時に何回か彼が出てきてスキルアップとかできてたんで、まあ、そこそこの消せる、あれ、あ、見とけばよかったね。もう一回ペチ19とかだったから S サイズなのかな、 S サイズかな、よくて M サイズっていうところかな。うんうんうん、オーソドックスにやっぱ20以上は消してくれるツムだったらありがたいですけどね。22、まあ22っていうところが限度なのかな。うん、いやでもかっこいいね。なんかこう縛る瞬間に目がキュッてね、まあ、シワが寄ってキュッて目が締まる、すーやっぱかっこいいよね。うんうんうん、眉間にシワが寄ってかっこいい人ってなんかすごいいいなって思うんですよね。まあ大人になるというか年を取っていくにつれて眉間にシワどんどん寄っていく人多いんですけど、やっぱ眉間にシワ寄っててもなんかただ単にあシワだなっていう人と、なんかそれがもうなんか顔のパーツのかっこよさを表現している人って分かれてくるじゃないですか。うん、その後者のね人みたいになってみたいですよね。やっぱシワ寄せるんだったらそのシワすらもなんかダンディーでかっこいいみたいなタイプ感じに、うん、やっぱ男としては目指したいところということで、ギュギュッと縛って終わろう。はい、まあさりげなく200万点超えましたね。いい感じいい感じ。ということでギュッと縛っちゃう S 的なツムでございました。ではまた次回お会いしましょう。バイナラ。